さっきのクズハのやり方を踏襲しようかな。瀬取りをさ書いてくれよコメントで、その人をちょっと固定にして、それでもってあのやりたい。さっきみんないろいろやり方があるんですけど、瀬取りを書いてくれよ。瀬取りを、僕のカンペは6人の名前しか書いてないな。瀬取り甘えるな。いいだろお前らもこのちょっとしたライブストリーミングの仲間なんだよ。今回この6人をねライブで一緒にやりましたってことで書いたけど、このライブストリーミングにおいては君たちも本来名前を書くような相手なんだよなあ。誰も書いてくれねえよ瀬取り、ちげえよ。なあ分かってくれ。1シャープネス、嘘はつくな。それはすごい前のライブだめだ、本当に書いてくれない。くそ、おいクズハのチャンネル見に行くぞ。クズハのチャンネルの固定ツイをそのままコピーしてやるといいのか。うちのリスナーかすらわかんないんだからなあ。ちくしょう、ツイッターにあるよ。めんどくさがんなよこんなこと。むしろさ、こんなもん、こういうのもさ、結構バババって固定ツイになれるみたいな感じでバババってなんか出るもんだよ。そういうの見るよ。なんでこんな怠惰なのうちのは。しょうがないな。自分で調べた方が早いの。くそ、ヤフー知恵袋みてえな民度だ。フライヤーズというね、フライヤーズです。フライヤーズという曲をね歌い上げてきてくれてますね。もういやなんかね、僕はね一剣持ちといえばフライヤーズ、嘘はつかないでくださいね。自分の手柄にしようとまで思ってません。ね、ドーラ様でございますね。しっかりと今シンガポールにいます。全然聞いてない。もうね、自由すぎるな。そういうとこよね。あ、手取りカンペ、もうこれメッセージ固定しとこ。カンペ見ます。